はいどうも、ショートアイズのショートです。今回の動画ではアート FXJ チェーンソーマンをご紹介していきたいと思います。いや、やっとチェーンソーマン来ました。で、自分プライズとかはスルーしてたので、チェーンソーマンの姿のフィギュアはこれが初めてになります。なんでね、今まで全然動画上がってないと思うんですけど、でこれからね、スケールフィギュアだけで多分11体12体かなぐらい来ます。でも一応商品名読み上げておくと、ポッパレの小紅、シブスクの7分の1チェーンソーマン、フェリックスの7分の1パワー、アート FXJ パワー、フィギュアーツゼロチェーンソーマン、ポッパレ姫の、シブスクさんのパワー7分の1、フェリックスさんのマキマ7分の1、ミートスさんのアキくん7分の1、フェリックスさんのパワーマキマナースバージョン7分の1セット、山国さんのパワー7分の1、シブスクさんのマキマ7分の1、シブスクさんのアキくん7分の1、ファットカンパニーさんのマキマ7分の1。このぐらいかな。ちょっと漏れあったら申し訳ないんですけど、でエスファイアさんのはまだ悩んでます。エスファイアさんもね、展示見に行った時もうバンバン買う気だったんだけど、ちょっと今まで買った体数数えてたら悩んできました。ただエスファイアさんのデンジは絶対買うと思います。まあ、そんな感じでチェーンソーマンはね、かなり好きで、レビューもねしっかり上げていくつもりなので、チェーンソーマン好きの方はぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、ということでちょっと長々喋っちゃったんですけど、今回のアート FXJ チェーンソーマンの商品概要を見ていきましょう。はい、ということでこんな感じになってるんですけど、まず発売が2023年6月、定価が 18,480円になります。でこちらの定価の 18,000 円なんですけど、これはね、ことぶきやオンラインショップで購入した時の価格になります。で自分は他のサイトさんで買ったので、一応 15,500円税込みですね。一応まあ、この値段の差はただの割引じゃなくて、ことぶき屋さんのショップで購入するとこちらの表情替えパーツが付属でついてきます。でまあ、すごい何も考えずに計算すると、まあ、3000円で替えのヘッドパーツが付いてくるイメージですね。でまあ、あと基本的にはことぶき屋さんの公式で買った方が多分発送早いと思います。はい、で相場なんですけど、ちょっとフリマサイトは見てないんですけど、まだね、ほとんどのサイトさんで定価の在庫が残ってると思いますので、今回の動画を見て気になった方はぜひ一度チェックしてみてください。で結構売れ残ったりして時間が経つと、もしかしたら値下げするかもしれないんで、まあ、そういうのを待つ手もあるかなと思います。はい、でこちら原型は武藤直也さんが担当されています。で一応彩色の担当の方は公開されてなかったかと思います。はい、ということで、アート FXJ 普段そんなにというか、まあ、全く買わなくて、まあ、いつも買う7分の1のフィギュアよりは若干というか、まあ、結構安いので、まあ、正直ね、言葉を選ばずに言うとあんまり期待はしてなかったんですけど、結構ね、1万円台で、あ、こんなにかっこいいんだと思って、ちょっともね、興奮しちゃったので、皆さんもぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。はい、それでは早速、開封から見ていきましょう。はい、それでは開封やっていきたいと思います。結構箱おしゃれだね、アート FXJ は。こんな感じで2面クリアになってて、このグリーンはコミックス1巻の表紙みたいなイメージですかね。結構おしゃれですね。はい、でこちら裏になるんですけど、ここですね。はい、こちら原型武藤直也さんが担当されています。武藤さんツイッターもされていて、フォローしていただいてありがとうございます。ちょっと皆さんもぜひ、Twitter チェックしてみてください。はい、でパッケージ上部がこんな感じで、下はこんな感じで注意書きとか書いてあります。よし、早速開けていきましょう。よ、ハイブリスターこんな感じです。良さそうじゃない？ジロジロ箱開ける前から見てたんですけど、めっちゃ良さそう。一応ブリスター1枚ですね。シンプルです。あ、で、今回通常版なんですけど、通常版っていうか付け替えの顔パーツが付いてないバージョンになるので、パーツ的には1つですね、すべて一体になっていると思います。よし、ブリスターも開けていきます。うわぁ、ちょっと、良さそうじゃない？すげえな。ちょっと待って、ビニール取ります。はい、こんな感じです。いや、これ良くない？いや、めっちゃ好きだよこれ。なんかさ、結構ちっちゃいと思ってたの、アート FXJ ちっちゃいってイメージあったんですけど、これ結構ボリュームありますね。あ、いいね。あ、ジオラマいいな。
なんかすごいクオリティ高い気がするんですよね。このなんか岩とかちょっと気になるけど、この木の部分とかね、全然、この椅子とかめっちゃクオリティ高くないですか？すげえ汚れも入ってるし。こんな感じっすね。1万円台でこれ作れちゃうんだ。はい、で、デンジ君の方こんな感じですね。結構ね、血がないない言われてたと思うんですけど、チェーンソーマン以外のフィギュアと飾る感じだとこんぐらいがちょうど良さそうだね、やっぱ。結構ありますよ。ここら辺、腕とかはまあ見てわかる通りなんだけど、腰ら辺もあるし、こうネクタイとかもね、なんて言うんだろう。このスーツにべっとりついちゃった血ってのがね、こう表現されててね。ここら辺とかも。こんな感じで結構ね、ついてるよ。量的には結構ついてる。こんな感じで。シャツにあんまいかなかった感じだね。いてえチェーンソーの造形もね、すごいかっこいいんだ。これも痛いっす。そんなでも、怪我するレベルではないけど。でも血はね、足せばいいんで。武藤さんも血は個別で足してくださいっておっしゃってたんで。結構ね、最近、まあ、プライズ品とか特に、プライズ品集めてる人とか特に、リペイントできる方多いと思うんで、これね、リペイントしたらすごくかっこいいと思うんで、で、結構価格もね、他のやつより安く買えると思うんで、他の渋スクさんとエスファイアさんぐらいしかないけど、これリペイントにもおすすめですね。いいですよね。はい、このチェーンソー部分の造形、いいね。これかっこいい。ヘッドの造形がめっちゃいい。まあ、顔じゃないんでね、似てる似てないとかちょっとあるかもしれないけど、まあ、しっかり再現されてますね。この歯とか。これちょっとね、このチェーンソーマンはね、かやのヘッドありでもよかったなと思いますね。ベロ出しの方もチェーンソーマンらしくていいよね。で、一応今さっき確認したんだけど、これ頭抜けます。はい、こんな感じですね。これでこうやってできます。いやー、すごいよね。で、まあ、外れるんで、いい、あんまり推奨しちゃダメだろうし、多分ないと思うけど、かやのヘッドだけ買えば、これ差し替えられると思います。多分これ、穴、違うのかな？まあ、さすがに穴の、穴つか、ダボ穴とダボの形状は、バージョンで変えてないと思うので、替えのヘッドだけ買えばワンチャンさせると思います。ちょっと持ってないんで 100% わかんないですけど、生産上の統一で、まあ、全部頭外れる状態になってるんだと思います。いや、このジオラマ含め造形はすごいですね。はい、組み立てはね、ないので、このままちょっとサイズ測っていきたいと思います。じゃあまず高さですね。高さがね、ちょ、ここ、わかんねえか。まあ、こんな感じで、ここですね。右腕のチェーンソーの先端が最大高さになるので、ここ測っていきます。201ミリぐらいですね。まあ、21センチ確保してあれば問題ないから、20センチだと多分入るけど、多分先端当たると思います。ちょっと押されながら入る感じになると思うので、それはやめた方がいいかなと思います。で、横幅ですね。これ向きがむずいんだな。ちょっと一旦簡易的に頭のチェーンソーですねの向き、こっち正面で測っていきたいと思います。ちょっと飾る状態とは変わっちゃうんですけど、すいません。これで測ると、横幅が左手のチェーンソーからこの瓦礫の鉄骨針金瓦礫までですね、測っていきます。ちょっとこれ大体になっちゃうんですけど、18センチ180ミリぐらいですね。で、奥行きがこの先端から台座後端までですね、測っていきます。はい、で、奥行き的には大体190ミリですね。大体こんぐらいの角度で飾るかな？こうかな？高さはないので、そうね、まあ、こんなイメージで。このチェーンソーの長さだけしっかり考慮すれば、ケースで困ることはないと思います。はい、それでは早速、レビューしていきましょう。はい、それでは全体のレビューからやっていきたいと思います。今回のチェーンソーはかなり満足度高いです。まあ、簡潔に言うと、まあ、スケールフィギュアの中ではかなり安めな価格設定ながら、なかなかクオリティも高いといった印象ですね。で、本体の造形とても素晴らしくて、あともう開封時からずっと言ってますけど、ジオラマすごくいいです、まあ、この中華料理屋の椅子とかね、テーブルを入れるっていうのもすごく面白いですし、やっぱ個人的に今までアート FXJ 買わなかった理由として、まあ、ズバッと言っちゃうと、台座のジオラマがちょっと中途半端だったんですよ。いや、まあ物にはよるんですけど、呪術のね、アート FXJ 買ってないのは正直そこが理由です。で、まあチェーンソーマンは3体ともジオラマになってるので結構楽しみですね。
まあ、ただここはね結構個人の主観なので、当然フィギュアだけがいい人はジオラマ抜いて価格下げてほしいって思うと思うので、まあ、人によってだとは思うんですけど、自分の感想としてはすごくねジオラマがもう引き立ててくれてめちゃめちゃいいなと思いました。はい、ということでそれではもう少しアップで見ていきましょう。はい、でまず下半身がこんな感じになります。はい、まずパンツですね、かなり細かくシワが造形されていてなかなか見応えあると思います。で彩色的にはあのシャドウとかはねほとんど見受けられない感じなんですけど、やっぱりこの血の塗装ですね、結構実物見るとはなんかリアルだなっていう感じがしてめちゃめちゃ雰囲気出てます。であとこの特徴的なスニーカーですね、ここもね紐とか造形すごく細かくてめちゃめちゃリアルに仕上がってますね。であとこのジオラマと足の接地の感じなんですけど、こんなにごちゃごちゃしてるのにね結構自然な感じで設置されていて特に違和感がないですね。はい、で上半身がこんな感じになってます。まずこのシャツなんですけど、下半身同様にシワの表現がかなり細かいです。であとこのネクタイがなびいてるのも結構躍動感出してるポイントだと思います。はい、で腕なんですけど、あの血はねあの腕の周辺だけついてるイメージなんですけど、まあ、あのチェーンソーを出す時の血って感じですかね。これがあの派手に血が出てるよりなんかリアルでグロいです。なんか近くでよく見るとグロいって感じですね。血の彩色もねあのすごく濃い鮮血って感じの血の部分もありますし、なんか乾いたっていうのかな、ちょっと紫っぽくなってる血もあるので、まあ、いわばこの血のグラデーションが見えますね。はい、でこのチェーンソーの部分はメタリックで塗装されてますね。でシルバーの部分はちょっと反射しそうに見えると思うんですけど、鏡みたいな感じにはなってなくて、まあどっちかというと鉄っぽいイメージですね。はい、でチェーンソーマンヘッドがこんな感じになってます。造形ねめちゃめちゃ細かいです。で彩色的にもねこれオレンジめちゃめちゃいいですよね。ここだけ見たらねあの1万5000円のフィギュアには見えないと思います。いやなんか想像以上にヘッド力入ってる感じでクオリティ高いので、やっぱりあの替えのパーツの方買わなかったの若干後悔してます。これ歯もねすごく綺麗でシャープに造形されてるので、口開けてるバージョンもねちょっと実物見たいですね。はい、でデトルフに飾ってみるとこんな感じです。一応ポッパレのデンジ君と飾ってみました。でちなみにデトルフだとかなり余裕あって、マキマとパワー多分ねあの一緒に入れて、まあ、3体で飾れると思うので、ちょっと届いたらやってみようかなと思います。まあ、チェーンソーマン結構受注のフィギュアが多かったので、まあ、後から揃えたい方もしかしたら安くなるかもなので、ぜひアート FXJ 検討してみてください。はい、それではレビューを踏まえてポイントつけていきたいと思います。今回の評価はこちらになります。フェイスが5ポイント、造形が3ポイント、彩色が3ポイント、ボリュームが4ポイント、プライスが5ポイントになります。なので今回合計点数80点になります。かなりコスパもいいですし、まあ、普段スケールフィギュア買わない方とかにもね、まあ、ちょっと1万円ちょっとなんですけど、まあ、すごくおすすめできるかなと思います。はい、ということで今回のアート FXJ チェンソーマンいかがでしたでしょうか。皆さんの感想もぜひコメント欄等で教えてください。ということで今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの新作情報や開封レビュー動画どんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。